こんにちは、フィヨンです。今日はですね、フィヨンの眉毛の描き方をご紹介したいと思います。基本的なことしか言わないと思うんですけど、つべこべ場所で始めますか。それではスタート。今眉毛を何も描いてない状態ですね。で、フィヨンは眉毛をあんまり抜いたりしてないですから、眉毛も長い状態です。眉毛を描くときに一目平行っていうのをポイントに、フィヨンはいつも眉毛を描いてます。で、この目と眉毛の間が狭まるように、絶対下に下に描き足すのを注意しながら描いてるんですけど、使うアイテムはこちら。これベストコスメでも紹介したものなんですけど、新しいものを手に入れました。じゃあ早速描いていきます。まずこのスクリューブラシで整えてあげます。眉頭は上の方に毛並みを持っていき、その後ろは平行になるように毛並みを持っていきます。そしたら眉尻の方から描いていきます。眉毛の一番下のラインから埋め尽くすように描いていって、で、どんどん眉頭に行くように。眉頭はもうほんとここら辺でストップします。全部描かない、このちょっと何も描かないで置いとくんですよ。で、そして今下の方がちょっと濃いので、このブラシで溶かしてあげる。ペンシルで描くときにブラッシングをしないと眉毛がすごい不自然になっちゃうから、スクリューブラシは眉毛の神と言っても過言ではありません。って感じで、もうだいぶ違ってきてますよね。で、下のラインを決めたら中を埋め尽くす。眉尻を長くしたい人は細く細く描いて、指ではみ出たところは拭き取るといいって和田さんから教えてもらいました。すごいいい感じ。今日の眉毛は成功です。基本的に上のラインはあんまり描かないんですけど、フィヨンの眉毛がなんかちょっと描くみたいななってるんですね。だからそれが嫌で平行にしたいから、眉頭のこの上の部分だけ少し描き足します。で、形を作ったら動かして自然な眉になるようにします。こんな感じです。今フィヨン眉頭のとこは何も描いてないです。そしたら次使うのはパウダーです。 B ローテーションのパウダーアイブロウ&3D ノーズ。フィヨンは薄い色しか使いません。これを眉頭の方に塗ります、ふわっと。そしたら一緒にノーズシャドウも入れちゃいます。眉頭ふわっからのノーズシャドウ。もっと眉毛と目の幅を狭めたいときはパウダーで下の部分を描きます。これでフィヨンの眉毛の完成ではありません。次に使うのがヘビーローテーションのアイブロウマスカラですね。まず眉頭から毛並みを上にやるように塗っていき、後ろは平行になるように眉毛を整えます。フィヨンは眉毛を脱色してるので、眉マスカラは色を染めるっていうよりかは眉毛を固定させるみたいな感じで使ってます。眉マスカラを使うとちょっと眉毛が硬くなるじゃないですか。ほんとサササって塗って形をキープさせるぐらいですかね。フィヨンは眉毛の間がちょっと離れてる方が可愛いっていうのを分かって、で、フィヨンもこの眉毛の間隔が狭くならないように心がけてます。フィヨンがいろいろコスメを使ってきて思うんですけど、芯が細いっていうのはすっごい眉毛にとっていいことだと思います。細い方がほんと一本一本描き足すっていうイメージで、だから丁寧に仕上がるしナチュラルに仕上がるので、この細芯っていうのは大好きです。いきなりの告白。ぼかし忘れもすごいダメ。一回フィヨンがちょっと眉毛ぼかし忘れちゃって、この上のラインを、なんだ君の眉毛はみたいな感じになっちゃって、自然に作るって一番難しいなって思った。はい、って感じで眉毛完成です。顔のイメージを左右する大切なパーツですから、みんなも自分に似合う眉毛の描き方とか研究してみたらいいなって思います。って感じで、この動画が参考になったり、眉毛の描き方いいなって思ってくれたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。アップロード用紙に入ってんのか、まねまねさらに주세요。지금까지ひよんやすみだ。あんにょん。今日の韓国語は、ヌンソップ、眉毛です。오늘은ヌンソップくりぬん방법을소개해드렸습니다。今日は眉毛の描き方を説明させていただきました。バイバーイ。